福岡のギャラリーのろぺこです。こちらはのろくくんのペットボトルペット、ペットボトルを保温するのろくくんです。実はこちらですが、頭をこのように外すと、ここ350ml のあったかいペットボトルが入るようになってます。こんな感じでペットボトルが冷めないカバーです。そしてのろくくんのお顔ですが、ここゴムが入ってるので、ペットボトルのてっぺんにセットしていただくとこんな感じになります。横からも撮影します。ペットボトル普段飲まないときはこんな感じでお部屋に飾っていただければと思います。尻尾もポワポワです。お顔アップで撮影します。フェルト、そしてフリース。体の部分ですが、こちら2枚の生地をこのようにパッチワーク状につないでいます。ちょっと和柄な感じに仕上げています。座布団もついています。本体部分内側を撮影します。キルティングの生地を使っています。両方ともポワポワした感じに仕上げています。ペットボトルがなくてもこんな感じで立ちますが、お顔が安定しませんので、ペットボトルにセットしていただいた方が良いかなと思います。作品の詳細ページを動画の中からリンクしていますので、ご覧になってみてください。